でラジオですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、久々にリーグのね、解説動画をやっていきたいと思いますね。前半2戦に僕らのね、2v2、をやって、後半2戦にね、麦の、昨日のね、1v1 の、リプレイをね、解説していきたいと思います。でね、まず最初に 2v2 を解説する前にね、一つね、こう、1分ぐらいかな、話させてほしいんですけど、マジでね、昨日、俺が、一戦目ですね。僕たちが枯渇を使った時に、俺がね、マジでね、3連続ぐらいね、クソミスをしてね、神相性を逃してしまったんですよ。基本的に枯渇って相手がウッド1枚なら勝てるみたいなとこあるんですよ。そうなんですけど、まあね、だからまあ別にウッド、タルババ、タルババ、もう矢の雨、雪玉、バルキリメガナイトが来てもね、勝つぞっていう気持ちでね、枯渇を出したんですけどね、俺がね、最初に、吹き矢と間違えてバレルを出しちゃって、そう、それで、あ、ちょっとやべえってなって、逆サイダックプリをね、こう流れてきて、あ、スキラだからキングギドしたら勝ちやっつってね、トリトン出したらね、違う方向行っちゃって、あ、やばいってなって、で、これでね、俺がちょっと、いつもちょっと多めに喋ってるんですけど、俺がもう、ちょっとね、喋れなくなっちゃって、でそれで、ラットに結構指示をもらってたんですよ、1戦目。で、そしたら、俺が、その、1戦目指示をもらってる時に、ライゼンじゃあこれ、吹き渡してくださいって言って、はいって言って、ハンター出すみたいな、いやいや、お前、みたいな。でも、なんか、俺はいつもこう、自分の頭でね、考えたことをこう喋って、それでラットがいいっすねって言ったら出すみたいな感じなんですけど、もう考えてるのに喋らないやつみたいな感じだったんで、もう、ね、自分の意思で動くんだけど喋らないから相手に伝わらずみたいな、で伝えてもらったことも実行できずみたいな、もうね、地獄みたいな、マジここ2年ぐらいでね、一番ひどいプレイしたじゃないかなってね、思ったんですけど、まあね、そういうところもね、あったということでね、1戦目ね、僕です、完全にやったのは。で、そっからね、まあ本当にちょっとやばかったんですけど、まあタイムアウトとかね、取ってもらってね、2、3戦目、ちょっとね、立て直せたんで、ね、まずこうね、解説していこうかなと思います。本当にね、俺が全て悪いです。1戦目は、マジで。ごめんなさい、本当に。見てる人もね、1戦目取られてヒヤヒヤしたと思うんですけど、本当に、次からないようにします。はい。って感じでね、2戦目からね、解説していこうと思います。よいしょ。はい。なんですけどね、はい、2v2 始まって、で、それでね、最初、これで相手がね、バレルを投げてくるんですよ。で、どっちもね、雪玉もウッドもなくて、まあなんでね、ラットにこう、ハンター出してもらって、はい。で、番は、トルネードと、ラバハウンドということでね、まあ、俺らは、まあなんか相手が、まあ何してくるかわかんねえなーと思ったんでね、まあトリマトルネバンしとくかーって感じだったんですけど、まあ相手はね、まあ俺らがこうラバーをずーっと使ってて、勝ってるので、今イーストで流行ってるラバーがあるんですけどね、まああれは俺らがね、ちょっと、もう俺かなが作ってね、やっぱちょっと流行っちゃった、ポノスが勝ち始めてから流行ったデッキなんでね、そう、って言ったところでね、ラバーがね、今ね、めちゃくちゃ流行ってるんですよ、クララリーグイーストで、そう、なんでね、まあ見てる人は結構ラバ多いなとかね、思ったりすると思うんですけど、まあそんな感じでね、やっぱラバがね、ちょっと強いんですよね。そう。で、な感じで、ここね、ちょっと陸行けないからダクプリ足して、ラム投げたんですけど、まあ陸系そうで俺がラムつけてって言ったんですけど、まあね、ここね、ダクプリだけで一回出して、で、ボムタワー陸行けなかったんで、ボムタワーそこで引き出させて、次に逆性ラムとかの方がね、ちょっと刺さったかもしれないですね。うん。で、まあ基本的にこうちょっとね、ハード取ったら、まあ後ろがね、ペイーンって展開していく感じなんでね。そう。まあ俺エリア余ったんでね。まあラム出しとくわ、適当に、つって。そう、出して、で、まあそうですね、コウモリとか来て、お、コウモリ、おいしい、つってたらね、2体目のトリトン出てきた、ありゃ、つって、キング起動されちゃうんですけど。まあ言うてラムはね、キング起動されても別に、そんなみたいなとこあるんで。まあ小エリキでね、やって。で、俺、こね、結構ね、いいプレイしたと思うんですけどね、実際ね、結果的にはそんな刺さんなかったんですけど、まあ、ここね、雪玉、をぶん投げてあげて、トリトン処理とね、吹き矢まで残っちゃったらやべえなと思ったんで、そう、トリトン処理して、吹き矢ね、殴ってもらってたんだけどね、こうジャンプするかなと思ったら一発しかね、飛ばなかったですね。そうそうそう。なんでね、まあちょっと、まあ積極的にやったんですけど、まあまあまあ別に、悪くはないぐらいの雪玉だったかなと思います。さあ、ここでね、後ろと前、前が俺で後ろがラットって感じで押さえて、で、それでここね、とりあえず逆に、ペッカダックリ作っていく。まあ、ペッカね、結構こう、クララリーグではね、あんまり採用されない、まあ、強くはないんですよ。本当に強くはないんですけど、まあ久々にね、そう採用したと、言ったところでね、これ、ね、通るかなと思って5打ったんですけど、もう、メガナイトが出てきて。さあ、ただね、ペッカの最強。あいつめっちゃ最強なんで、マジで。やばいんだ、あいつ。ほんとにね。で、ここでダックプリと、ウッド来てたんでね。ヒースピタしてあげて、
さあ、こんな感じでね、やったんですけど、相手はこの雪玉がうまい。マスクをね、消したんですよ。真ん中のマスク結構ね、このメガナイトとダックリン隠れてて、体力ゲージ見えなかったんですけど、ちゃんと雪玉でね、消えると、いったところでね、消されちゃってね、これが痛かったですね。相手コースなのにね、ここ攻めてくるのめっちゃうまくて、相手このまま黙ってたら、俺らが4アド4アドぐらい取ってたんで、後ろから組んで、端前バーンってやって、呪文打って終わりだったんですよ。なんですけど、相手がね、攻めてきて、で、ポイズンとかね、マジャシに打つことによってカウンター防止になった。いう感じで、でね、このラットンね、冬打ちライトが刺さる。で、俺のね、まあ、ペッカーですね。まあ、これ結構襟負けてるんですけどね。まあ、バレルってか、防衛にはね、結構自信があったんで。まあ、俺別に何来ても守れるよって感じでね。まあ、アドをめっちゃ取られてるんですけど、ケツペッカー行きましたね。さあ、といったところでね、相手がね、このロッケ打ってくるんですけど、まあ、後ろからね、また再び組み立てて。で、アクフリ強いんですよね。このロッケ打たれても、マッチョなんで、あいつ。さあ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 、ここでね、また後ろから組んでいくと。そう、いう感じでね。まあ、通らないときは後ろから行きましょうって感じですね。で、まあ、こんな感じでね、ラムとかで受けてあげて、まあ、これはね、ミカンさんもね、ラムね、ラムライダーね、受けてくれてね、いい流れですね、ポンですね、っていう感じでね、ミカンさんも言っていたんでね。まあ、こう、歴で抑えていって、ここね、ごぼうりで抑えていくと。で、この次ですね、ちょっと怖かったのが、でここはまあ、もう削って次の5を打って、400ぐらいになるんで、5ウッド5、あ、じゃあ、ライト5を次で終わりだなっていう感じだったんですよ。で、ここで一回ウッド使って、で、その後に、相手は、ウッド使った、ウッド使ったって言って、スケバレ打ってきたんですけど、ここ見てください。雪玉、キング起動してるんですよ。そう。で、このスケバレにはちゃんとエレキをバーンと当てると言ったところで、この雪玉のキング起動ね、結構、ちょっと雪玉がね、まあ1年前ぐらい加工されたんですけどね、その時にね、範囲とか、効果範囲もね、若干狭まって、こう、キング起動が難しくなったんですよ。そうなんですけどね、タイミングと、場所をね、極めてればできると、いったところでね、まあ、ミスからね、うまく、まあ、そこら辺ミスらずにね、ちゃんと本番で練習のね、成果を発揮できたのは、良かったんじゃないでしょうかと、いったところでね、ラット君の冬打ちライトニングとね、まあ、攻めはラットにこう、任して、防衛僕が頑張ってみたいな、そんな感じですね。ラットは結構ライトニングいい、毎回こう、空中のね、トリトン、バルキリー施設に撃ったりとか、さっきの冬打ちライトとかね、ラットが結構ダメージを稼いでくれて、で、防衛結構頑張ったみたいな、そんな感じですね。はい。っていった感じで、まあ、いい感じでね、勝つことができましたと、いったところでね、いや、俺マジでね、本当に、クラロアリーグ史上、まあ、最大なんじゃないかってぐらい、その1戦目、コカツ使った時にミスして、マジでね、俺もう、いかれちまったんですよ、心が。本当に、もうね、逃げ出して飛んじまおうかと思いましたね、本当に。あらっと一人で、あとよろしく、って、端末だけ置いてね、飛んじまおうかと思ったんですけどね。まあ、さすがにね、さすがに。あ、もう、個人戦だったらね、間違いなく飛んでましたね。もうチームとかね、関係なくね、俺一人でやってたらね、ほなって、飛んじまってたところなんですけど。まあね、冗談はさておきね、勝つことができましたね。まあこの試合はノーミスだったんじゃないかな。うん、ミスなく、普通に。てかミスないし、なんなら、お互い、俺もらったも、不意打ちのとか、こう、応用の効かしたね、いいプレイができたんじゃないかなと、思いますね。まあラット君にはね、ありがとうございますと、言ったところでね。まあ彼は、コカツ使ってる時もいいプレイしてたんですけど、俺のせいで。マジ、しかもコカツ、あれだったんですよ。雪玉とデリバリーだったんで、ウッドがなかったんですよ。1戦目。そう、だから、絶対にもう勝ちかけたんですよ。ウッド1枚でも勝てんのに、ウッド0枚だったんで、うわ、来たーってね、言ってたんですけどね。僕のせいでね、しまったということで、もう今日はね、何回も言います、これ。本当に。皆さんに謝りたいと思ってね。はい、ということでね、3戦目行きたいと思います。よいしょ。はい、なんですけど、3戦目ですね。マジでね、ここ、本当にね、大事なんですよ。まあ、マジで、もう、ポノスがね、言うたら、負けるとしたら、てか、今まで6勝1敗なんですよ。で、負けてるのはね、やっぱりこう、2v2 が負けてる試合なんですよ。で、ポノス今までこの7戦でね、2回 2v2 負けてて、1回がその、TTG 戦でね、2v2 も負けて、KOH も負けて、ストレート負けしたんですよ。そう、それで、もう1個はね、俺らがその、タロウに取られたんですけど、麦のね、小立てでね、なんとかありがとう、麦様と、言ったところでね。まあ、でも、KOH は昨日もね、負けたんで、たまにやっぱ負けるときがあるんですよ。まあ絶対それはね、そう。でやっぱ 2v2 よりも 1v1 の方がね、絶対に勝ちにくいと思うので、個人的にはですけど、まあ俺個人の意見なんで分かんないですけど、まあやっぱり絶対 1v1 の方が、その、負けることは多いと思うんでね、まあ 2v2 で勝ち切らなきゃいけないと。まあ僕たちはね、まあやっぱり、こう 2v2 に、ね、より多くの時間をね、割いているわけで、もう、チームが負けるとしたらもう僕たちが負けるっていうところなんでね、マジ。負けたらもう先般です、本当に。なんでね、勝たないといけないといったところですね。本当にそうですね。さあ、ここね、まあ、序盤から仕掛けていって、ファイボとね、フリーズ、
めちゃくちゃ早いダイビングで行って、相手がね、こう、施設とフリーズされてたんで、こう行っちまうかって感じで、行ったんですけど、まあ相手の防衛が、てか、うまかったんすよ。これマジで、俺行ったろって、最初も行ったろって思ったんすよ。もう、あ、折れた、やったーみたいな感じで、マジで、こう、俺ら試合してる時に、来てくれ来てくれこれ来てくれみたいな感じで言ってたんですけど、全然ね、なんかバッカまでしか入んないんですよ。結構いい攻撃してんのに、バッカまでしか入んなくて、相手もね、こうなんか、マジ防衛うまかったんですよね。そう。で、それで、まあ、初手、結構30秒、40秒か、乱待ちしたってのもあって、結構ね、1回と2回か、2回の攻防が終わった時点でね、この1分まで行っちゃうんですけど、まあ、こっからね、見てほしいですね。まあ、お互い、俺とラットがケツマスケして、スケドラセパして、で、姉妹親衛隊つけることによってね、まあ、みかんさんとかキスさんも言ってたんですけど、まあ、いや、その時ノリで思いつ、練習でこんな動きあんましてないんですけど、その時ね、結構俺らなんか本番のきらめきで、きらめきじゃない、ひらめきでね、やるプレイがね、結構良くて、これセパしたらいいんじゃねみたいな感じで、めっちゃセパしたらね、やってるだけでアドが取れるっていうね、お得、ハッピーセットですね、ハッピーセット。まあ、こんな感じでね、右にめっちゃユニット咲いてくれて、空も咲いてくれてね、すごいアドと、相手の手札が狂ったんで、でここねスケドラで端っこにこうやってうにょんってね寄せてあげることによって、こうボムターンね、普通バルーン釣れる位置なんですけど、相手がねこれミスってるわけじゃなくて、俺らがねこう相手の出したボムターンに対して避けるためにこうルート強制をしたっていうところで、まあいい感じのねバルーンができたんじゃないでしょうか。そしてねここね、まあ相手がねちょっとアド取ってるんですけど、こっちがなんですけど、相手が後ろから気をつけ展開してきたんで端前蓋できないんですよね。そうするとあ、じゃあこう攻撃すれば勝ちやーっつって、そう、それでまあここねフリーズフリーズって言って、ラットがね秒速フリーズ打って、まあ、ファイブも打ってバルーンのバッカでね、まあ、GG って言ってたらね、3戦目はね結構見てる側もね安心して見れたんじゃないですか。1回もスキャラウトせずに、結構この攻めのねリズムからずーっと攻めだったんで、でこれね見てください。このポーズで、いや、キスさんとみかんさんがなんか全然なんすかねこれみたいな言ってたんですけど、こいつはね、キヨキヨさんの動画で、ラットとね、キヨキヨさんで、俺らが勝った時の本番のね、パフォーマンスのポーズを、決めようみたいな感じで、キヨキヨさんがなんかね、10何個ぐらいね、提案してたんですけどね、ほぼふざけてるんですよ。ほぼね、採用できるようなやつがなくて。いや、これ一番マシかなーって思ったやつを、これをね、ギリギリ俺のね、この厳しい審査が通ってね、まあ、グッドゲームといったところで、まあ、相手スキャラね、2枚持ってたんですけど、どっちもね、一発も打つことがなく、常に攻めのリズムを作ってね、圧倒できたかなと、3試合目は。そんな風に思いますね。いやーよかったっすね。俺マジでね、これ負けてたら本当にね、やばかったんですよ。本当にね、マジ、とんじまおうかと思ってましたね。本当に、やっぱ、ここで、キックスが勝つと、この時に俺らが5勝1敗で、キックスが、なんだっけな、4勝2敗だったかな、確か。で、俺らが勝ったら6-1と4-3になるんですよ。そう、なんですけど、俺らが負けたら5-2、5-2で、で、もう一個タロンかな、確か 5勝2敗のチームがあって、3チームこう1位タイになるんですね。そうなるとやっぱ、こう、セット数とかになるから結構わかんなくなるじゃないですか。そう。なんで、やっぱここはね、めちゃくちゃね、まあ1周目最後の試合ということでね、まあ、超大事だったんですよ。本当に。だからね、マジで結構プレッシャーとかもあったんですけど、いやーマジでね、良かったですね、本当に。マジもう、本当に、ご迷惑おかけしました。といったところなんですけど、俺結構、勝ってめっちゃ嬉しかったんですけど、勝った後もうすげー引きずってて、で、この後に、KOH 今回解説しないんですけど、KOH の時に、なんだろう。焼き鳥と麦がらしくないプレーをして負けたんですよ。でも、俺これ、その時にめっちゃ思ったのがなんか、俺がこう結構1戦目にめっちゃクソなプレーして負けたんですよ。で、2、3戦目勝つことができたんですけど、でも俺1戦目勝ったら2戦目もストレート勝ちプランだったんで、いや、これ、ストレート勝ちしてたらチームの流れもめっちゃ良くて、ちょっと違ったんじゃねえかなと思って、いや、なんかこれ多分俺がミスしたからじゃねえかなとか言ってたら、さすがに考えすぎっすって麦とかに言われて、そうかっつってなんでね、いやマジでね、すげえ根に持ってたというかね、すごい結構来てましたね。これ勝ったんですけど、勝ててたからね、この程度で済んでるんですけどね、結構やっぱね、来ましたね、本当に。で、昨日とかもね、家帰って、結構俺もう、その後に、ご飯食べに行って、忘れちまおうかと思ったんですよ。酒飲んで忘れちまおうかなと思ったんですけどね。なんせ俺のね、この性格なんでね、やっぱね、負けると引きずるんですよ、めちゃくちゃ。そう、まあ、負けてないんですけど、負けると引きずるんでね、家帰って解説動画出そうとしたんですけど、
あー昨日一戦目なんだんだプレイしたんだっつってね、こうぐる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 してね、あこれ寝ないと治んねえやつだと思ってね、昨日の夜はね動画を撮らずにね、漫画読んで寝ましたね。はい、ということで、3、4戦目麦の、シングル 1v1 のね解説をしていきたいと思います。飛ばします。はい、ということでね、麦のねリプレイをね解説していきたいと思います。よいしょ。はい、なんですけど麦のねリプレイなんですけど、まぁ、今回ね、僕とかね、ラットの話を置いといて、麦のね、話をしていきたいと思います。麦が、今回 KOH、負けたことによって、9連勝してて、で、13連勝っていうね、みかんさんのクララリーグイーストのね、記録があるんですけどね、それをね、また塗り替えることができなかったということで、ね、麦がね、やばいんすよ。今まで見たことないぐらいに、なんか今までだったら、あーマジかーぐらいだったんですけど、マジでこう、KOH ね、負けた時に、マジか、やっちまった。みたいな感じだったんですよ。いやでもまあ次シングル、まあもし負けた、KOH 負けたらシングルあるから、ちょっと考えてこうみたいな感じで言ってたんですけど、麦が、やべえっていうか、なんか負けちまったみたいな感じで言ってて、そう。それで、いやどうしたんつったら、いや別に、こうシングルとか回ってきたら余裕で勝ちますよみたいな。そうなんですけど、やっぱこの連勝記録も狙ってたんで、もう圧倒的1位のそのね、記録を塗り替えようとしたんですよ、つって。そう、だから、なんかそこをね、やんなきゃいけないっていうのがね、できなかったというのが、ちょっとね、結構来てるんですよね、今、みたいな。言って、なんかね、今まで見たことない、この、温まり方してて、お、大丈夫かみたいな、思ってたんですけどね。ここね、1戦目、2戦目、シングルの、マジでうまかったんで、見てほしいですね。そう、それで、まあ、次、まあ、これ勝ったら、また2連勝するから、まあ、そっからまた13連勝越していけばいいやん、とか言ったら、それだとか言って、ちょっと元気になり始めてたんですけど。まあそんなところでね。いや、そんな萎えると思ったんですけど。そうそうそう。まあそんなこともあってね。麦が、一戦目は、マスケボムターツキャラですね。で、ベンジルって呼んでるんですけど。ベンザー選手が、なんだっけ。ザッピースキャラですね。ザッピースキャラなんですけど、この時に今ね、ザッピーが入ってるデッキで一番流行ってるかな。うん。現環境、まあ、前の環境とね、ヒースピの強さも全く変わんないんで、まあ、環境変わってないんですよ。シンプルに。環境変わってなくて、まあ、全環境にあるようなデッキばっかなんですけど、今回ね、ザッピーぐらいですかね、変わったのは。まあ、ザッピーが増えたからといって、もともと5環境だったんで、別になんか、中身の呪文が変わるとか言うこともないんですけど、まあ、ザッピースキャラが増えたぐらいですね。って感じで、この新環境の、新しいデッキですね。ザッピースキャラ。で、ここは、まあ、ザッピーがいて、こう、ナイトめり込まして、スキャラですね。これもうまいですね。まあ、相手が2-1セパしてて、1の方をね、こう、こっち側サイドに振ってたんで、まあ、麦はね、こっち左側をタルババで押さえてね、ちゃんとこういう細かいダメージもね、許容せずにしっかり押さえながらも、相手にね、スキャラ打っていって、ここね、マスキャラが対決があって3発ぶち込んで、ラシマイザッピーからのスキャラが来るんですけど、この防衛もうまいですね。からの、ナイトからのマスケ。このね、やっぱね、ポイズンを打ったとしたら、相手がもう多分死ぬんすよ、これ。ポイズン打ったら次のスキラでワンパンされちゃうんで、なかなかね、できないといったところで、ここね、スキラ打っていって、相手にね、防衛ポイズン使わす。で、こういう時にね、そう、ポイズンを打つんですよ。で、なんか、マスケが出てきたら、ポイズン打って、このね、相手にカウンターさせないようにするんですよ。ザッピーだったら、別に自陣でも、ちょっと抑えられるんで、ザッピーで抑えてきた時はね、全然ポイズン打たないですよね。で、相手にスキャラ打たして、それをね、防衛ポイズンで抑えていくっていう感じですね。で、麦は結構ここで、1500対2200なんで、結構ダメアド自体は取ってるんですよ。やっぱミラー対決ってこう、で、しかもスキャラなんで、がっつり持っていくってことはないんですね。基本的に防衛が硬いデッキなんで、こう、1ターンのスキャラでね、こう、まあ、2、300削れるかな、ぐらいな、そんな感じなんで、そうそうそう。まあ、今回のスキャラに至ってはね、一発も入ってないんでね、うん。なんで、まあ、ただね、こういうところ、打たないことによって、そう、俺だったら結構、ザッピーとかね、見て、マスケとかね、打ちたくなるところであるんですけどね。そうそうそう。まあ、こういうところですね。ここでも確か打たなかったんですよね。そう、ザッピーが固まってるから、打てとか言ってたんですけど、まあ、ここは打たずに、やっぱね、こう、負け筋を潰す立場ですね。まあ、ここでま、1000のダメを取ったんですけど、結構ね、重めのカウンター来るんですけど、まあ、こうやってね、高めマスケと、まあ、高めナイト、そして、防衛ポイズンですね。で、敵陣にこうやってマスケを出してきたら、ベビダラとかでね、カバーしつつ、ナイト出してスキャラですね。まあ、ここは確かポイズンだったんかな。うん。ナイトでカバーしてきたんで、ここはそうですね。そう、ナイトでカバーしてこないで、ザッピーと多分、ザッピーをね、マスケで打たしてくれたら、多分、ザッピーが数体消せるんで、まあ、ポイズン打たなかったと思うんですけど、まあ、相手がね、こう、ザッピーを守る動きをしてたんで、こうやっていきましたね。さあ、で、ここ早い。やばいんですよ。このザッピースキャラに対して、マスケ、ベビドラからのタルババが早すぎて、結構ね、
防衛ポイズンするんだったら、あ、しないんだったらね、後ろにタルババ使いたいから始まりナイトとかで抑えるのかなと思ったんですけど、ザッピーから最速で消す動きをしてましたね。そう、いやー、これうまかったっすね、マジで。こんなに差がつくってぐらい、このスキャラ対決で1000ぐらいね、ダメージの差が離れてたんで、いやーすごいなーって感じで、相性はまあトントンか、ちょっとまあちょい有利かな、ベビーが相手がちょっと抑えにくいからぐらいなんですけど、まあ相手はね、こうベビーと違ってザッピーとそしてマスケでね、あのポイズンを散らすことができるんで、まあどっちかに打たれたらどっちか残ってカウンターのスキャラにね、合わせていくことによって全然ね、あの可能性があるので、まあ全然そんなねめっちゃ悪いというか、まあちょっといいぐらいですね、本当に 5.5 対 4.5 ぐらい、相性表で言って 55% 45% とかそんなもんだと思うんですけどね。まあって感じで麦がね1戦目勝つことができたんで、次、飛ばしていきたいと思います。はい、ということで、4戦目解説していきたいと思います。よいしょ。なんですけどね、麦からね今回の動画の解説要望がありましてね、ライキさん今日の俺の勝った試合解説してくださいよっつって、あ、じゃあ KO1 からやってあげようかって、いやそれはいらないっすとか言って勝った試合だけね解説お願いしますって言って、言ってきたんでね、まあ、しゃあねえなと。しゃあねえな。まあ、麦がそんなに言うなら、まあ、僕はね、そんなに、まあ、めちゃくちゃやりたいとかね、そういうわけじゃないんですけど、まあ、麦がそんなに言うなら、まあ、知ってやらんこともないなと、言ったところでね、まあ、今回もね、だから麦のために、麦による、麦ファンのためのね、動画解説となっておるんでね、決してもう自分の利益とかをね、考えているわけではございません。そこのところね、一番大事なんでね、考えていただけると幸いでございます。さあ、ここね、こうスケドラとエースケで抑えていくと、まあ、初手相手がね低めにトリトン出したんで、橋前ロージャー出すとトリトンブヨッて引っ張って、この数発、まあ、2、3発ですね、確定で入るんですよ。一発で抑えることはほぼできないんで、そうそうそう、なんでね、まあ、こんな感じでね、初手からね3発削っていくことができましたね。でこのデッキ見てやっぱり誰もが思うんですけど、絶対にロイホグなんですよ。絶対にロイホグ、もう間違いなくロイホグやなと。そうだから麦は結構こう先置きにね、ゴブリ置いて、まあ相手がね、ご、なんだろう、ここでもファイブを切らずに、麦は持ってるんですよ、ファイブを。だけど、後ろスケドラにね、切らずに、こう、マスケと、ヒースピでね、うまく完封していって、こう、なんだろう、ファイブをね、結構温存していく感じで、で、多分、防衛から組み立てていって、カウンターでね、刺すっていう、そういう考えだったと思うんですけど、そう。だこういうとこも始まりにね、スケドラ出して圧かけたりもせずに、こう、後ろからね、スケドラをセパして、どっちから攻められても、まあ、ファイブプラスのスケドラでね、抑えられるように、みたいな、そんな感じだったと思うんですよね。でここまあトリトン切ったんで、相手がね、守ることができないんで、まあ、2、3発また入れることができるだろうといったところのロイジャーですね。ここでまあ別にロイホグだから5ウォッチは守れるやろうと思ったら、まさかのバルーンということで、そう、まあ、結構、えっって俺ら見てる側もね、なったんですけど、でもここもね、スケドラと、そしてこのヒースピンね、打ってんのが偉いですよね。マジで。このヒースピンマジで、このバルーン回復させちゃったらもう一発ね、入ったりするんですけど、まあ、ただね、ここエリアドも取られて、ダメアドはトントンになるっていうね、結構ね、美味しくない交換になっちゃうんですね。そう、といったところでね、まあ、なんですけど、ここからね、ごぼうりを1マス寄せて、バルーンをもし出されてもね、いいようにして、このね、マスクが竹取った瞬間に、足元にスケドラと、そしてヒースピンを置くことによって、相手をね、ダメージを、抑えていますね。さあ、ただで、それでこっちのね、端前センスを買って、こっからがマジでうまい。ここを、相手は、こう、一回止めます。はい。なんですけど、トリトン、出したばっかだったんで、回ってなかったんですよ。そうなんだけど、こう、マスケ出して、タルババ出して、で、そっから、回るぞって、なったところで、その、相手のトリトンが回る前に、相手が絶対にネクストから引っ張って3コス出してくるだろうってことで、このね、タルババ受けも兼ねて、この位置にスケを出したって言ってたんですよ。いや、相手これトリトン回ってないんですけど、俺は絶対に出してくると思ったんで、ここに出したんで、俺天才ですって、麦が言ってたんです。これマジで。いや、マジ天才なんですよ、俺って言ってて。そう、それで、このスケを出すことによって、このね、引っ張られずに、こう、そしてこのね、マスケにファイブを打って、で、その次にね、すぐに、自陣にもヒースピードだし、もう指、こうやってやってたんじゃないかなって感じなんですけど、まあそんな感じで、ね、トリトンにも引っ張られず、マスケもね、ノックバックつけて、タワーに5ダメージを与えて、まあ、ロイジャーでね、1100をワンパンしていくって感じで、グッドゲームですね。いやー、これうまかったですね。え?みたいな。そう、それで、俺らがこう見守ってて、結構なんかタイムラグがあるんですよ。その20秒ぐらい、わかんなくて。で、昨日のね、ポノスの、イエーイみたいな動画もね、ラットが、お前ふざけんなよみたいな感じ言っててね。なんでラット怒ってんのみたいな感じ言ってる人がいたんですけど、20秒ぐらいタイムラグがあるんですね。やっぱり観戦と実際ではこう、やっぱ違うので、うん。
なんですけど、こう俺らが見てる試合のもう20秒も前に麦が終わってるんですよ。だからもう麦がね、ふぃーとか言って帰ってきて、俺らがもう、どうなる？どうなのこれ？とんの？とんの？とか言ってる時に麦が、ふぃーとか言って帰ってきて、いやお前ふざけんなよ、今見てんのに、みたいな、そんな感じだったんですよね。勝ちました。おめでとうございます。ふざけんなお前俺らの楽しみよ俺らの楽しみよやばそう、まあそんなところでね、まあ結構ね、みんな仲良くねやってますといったところで、いやこの歌もうまかったですね。本当にコーヒースピアってたらね、マジワンチャンニアーズ入ってんじゃないかなって感じなんですけど、いやーうまかったですね。はい、といったところで、まあここね、そうでトリトンが回るだろうの、そうですね、相手がこの襟溜まってすぐトリトンをあの位置に出したんで、ね、まあ、トリトンを見る前にねスケを出してたといったところでね、麦の、大勝利ありがとうございますといったところはね、もちろん MVP は麦さんです、間違いないです。もうね、麦さんはね本当に僕のチャンネルにもね、貢献してくれてね、ポノスの勝利にも貢献してくれてね、本当に、もう足向けて狙わないですね、麦さんには。はい、といったところでね、今年本当にねポノス、めちゃくちゃねみんな、フォールシーズンのね、負けからねすごい悔しい思いしたんで、前シーズンに、今シーズン勝つためにね、オフシーズンも結構、ハードめにね練習をしてね、今頑張って、みんなでね、世界一目指してやってますので、もしよければね応援もよろしくお願いしますってことで、まあ、もしよければね僕のこのチャンネルもね、応援するという意味をね、ポノスを応援するぞという意味でね、高評価チャンネル登録してね、コメントの方もいただけると嬉しいですといったところで、ね、今日はこの辺で終わります。またね次の動画で会いましょう。バイバイ。